ペネロピは、イギリス海軍のアリシューザ休憩巡洋艦の一隻。1944年2月18日に、ドイツの潜水艦 U-410 の来撃によって撃沈された。ペネロピは北、アイルランド、ベルファストのハーランド・ウルフ社で建造された。1934年5月30日に寄港。1935年10月15日に浸水。 1936年11月13日に、春行。1939年9月2日に、マルタに到着し、第3巡洋艦船隊所属で、第2次世界大戦開戦を迎えた。ペネロピは、本国艦隊の第2巡洋艦船隊に移され、1940年1月11日に、ポーツマスに着いた。2月3日、クライド川へ向けて出発。 2月7日、ローサイスに到着し、第二巡洋艦船隊と船団護衛任務に従事した。1940年4月、5月は、ノルウェー作戦に参加した。4月11日、ウェストフィヨルドに入ってきたドイツ商船を追跡中に、フラインバーを木で座礁、ボイラー室に浸水し、全部には穴が開いたため、ペネロピは、駆逐艦 S 機毛によって、全身基地が作られていた。 スコージェルフィオルドへ栄光された。空襲にもかかわらず応急修理が行われ、1ヶ月後には本国への栄光が可能となった。1940年5月16日、ペネロピはグイーノックに着き、そこでさらに修理が行われ、8月19日に完全な修理を行うため隊員へ向かった。修理完了後、1941年8月17日に、 スカパフローでペネロピは第二巡洋艦船隊に復帰した。9月9日、ペネロピは戦艦デューク・オブ・ヨークを護衛してクリーノックを離れローサイスへ向かった。9月後半は敵戦阻止のためアイスランドフェロー諸島艦の紹介していた。1941年10月6日、ペネロピは戦艦キング・ジョージ・5世とクーボ・ビクトリアスを護衛して、 アイスランドのハバルフィオルドを出撃し、ノルウェーのグロムフィオルドとウェストフィオルドの奥の間の敵船舶への攻撃に向かった。この作戦、EJ 作戦は成功し、1941年10月10日に部隊はスカパフローへ帰還した。10月12日、ペネロピは軽巡洋艦オーロラと共にスカパフローを出航し、途中ジブラルタルで駆逐艦ランス。 ライブリーと合流し、10月21日にマルタに到着した。この4隻は、軽部隊としてをマルタを拠点に、敵戦団攻撃を行った。10月25日に、軽部隊は、北アフリカへの兵員輸送中であった、イタリア駆逐艦攻撃に出撃したが、それを発見することはできなかった。11月8日、軽部隊は今度は、敵戦団の攻撃に出撃した。 その戦断は7隻の船からなる、ベータ戦断で6隻の駆逐艦によって護衛されていた。軽部隊は11月9日にこの戦断を攻撃し、戦断の船すべてと護衛の駆逐艦フルミーネを沈めた。11月23日夜、軽部隊は再び敵戦断の攻撃に出撃した。この時イタリアは、複数の船舶を単独、または2隻の戦断で送り出しており、 軽部隊はその中でも重要な船団を攻撃するよう指示されていた。それは2隻のドイツ船マリッツァとプロチダからなっており、イタリアの水雷テールポとカシオペアによって護衛されていた。軽部隊は24日に目標の船団を捕捉し、護衛の水雷艇を追い払った後船団の船を2隻とも沈めた。戦闘後、軽部隊は25日朝にマルタに戻った。 11月29日には B 部隊がアレクサンドリアからマルタに到着した。11月30日、4隻の巡洋艦とランスを除く3隻の駆逐艦は敵船団の攻撃に出撃した。偵察機から駆逐艦に護衛された船の情報が入ると部隊を率いるローリングス少将は K 部隊をそこへ向かわせた。12月1日未明、軽部隊は イタリアの武装商船途中アドリアティコを発見。アドリアティコはオーロラとライブリーによって沈められた。マルタへ戻る途中で、警部隊は駆逐艦に護衛されたタンカーの情報を受け取り、その攻撃に向かった。そして、イタリア駆逐艦、アルビセダモストと、すでに航空攻撃で大損害を受けていたタンカー、マントバーニを沈めた。12月13日からイタリアは、 補給物資を積んだ戦団を北アフリカへ送る M41 作戦を開始した。それを攻撃しようと12月13日にアレクサンドリアから艦隊が出撃し、マルタの B 部隊と K 部隊も14日から15日の夜に出撃するよう命令が下った。だが敵が引き返したため出撃は取りやめとなった。12月15日に補給物資を積んだブレコンシャーが アレクサンドリアからマルタへ向け出発し、護衛のための艦隊も出撃した。マルタからも軽部隊などが出撃した。アレクサンドリアからの部隊と軽部隊は12月17日に合流した。この時、イタリアも中止された M41 作戦に代わる M42 作戦を実行中であり、戦団護衛のため出撃中であったイタリア艦隊とイギリス艦隊との間で、 第一次シルテワン海戦が発生した。海戦後警部隊は、ブレコンシャーを護えして12月18日に、マルタに戻ったが、北アフリカへ向かったイタリア船団の内トリポリへ、向かった3隻は掃海作業が終わるまで郊外で待機していたため、これを攻撃するためその日のうちに、ペネロピは、軽1洋艦オーロラ、ネプチューン、駆逐艦カンダハランス、ライブリー、ハボックともに、 マルタから出撃した。12月19日3時にトリポリ沖に到着したが、そこでオーロラ、ネプチューン、ペネロピ、カンダハーが食らいし、ネプチューンとカンダハーは沈没した。ペネロピの損害は大きくはなく、マルタに戻って修理を受け1942年1月初めには、戦列に復帰した。1月5日、ペネロピは警部隊とマルタを離れとクムセングレンガイルを、 護衛して、アレクサンドリアへ向かい、27日に補給艦、ブレコンシャーを護衛して帰島した。1942年2月13日、ペネロピは6隻の駆逐艦とともに、ブレコンシャーなど4隻の船からなる ME10 船団を護衛して、マルタを出港した。2月14日に、アレクサンドリアから来た部隊に船団を引き渡し、代わりに、 マルタへ向かうメガワット級船団の護衛を引き継いだ。しかし、この時までに、メガワット級船団は3隻中2隻が損傷、または沈没し1隻となってしまっていた。さらにその1隻も空襲で失われた。2月15日、駆逐艦ランス、リージョンと共に、マルタに帰還した。三月十三日、さらなるマルタ島への補給船団、m g 作戦のため、 マルタを出撃した。この戦団は、水上と空からの激しい敵の攻撃を受け、被弾したブレコンシャーは、ペネロピによって栄光され、マルサシロク港に無事到着した。3月26日に、マルタが空襲を受けた時に、ペネロピは、資金弾で損傷して、どっくりした。4月8日、ジブラルタルに向け執行、9日には繰り返し空襲を受けた。4月10日、 ジブラルタルに到着したが、資金団によりさらに被害が生じていた。損傷は広範囲にわたっており、ジブラルタルでの応急修理後本国での3から4ヶ月の修理が必要であった。ペネロピは修理のためアメリカ合衆国に送られることになり、1942年5月10日にジブラルタルを出発、パミューダ諸島経由でニューヨークの海軍交渉に19日に到着した。 9月まで修理が行われ、9月15日にバージニア州ノーフォークに到着し、バミューダ諸島経由でイギリスのポーツマスに1942年10月1日に戻った。ペネロピは12月2日にスカパフローに到着し、1943年1月の中頃まで本国海域にいた。17日、ペネロピはクライド川を立ち、ジブラルタルへ向かった。 ジブラルタルには22日に到着した。ペネロピは第12巡洋艦船隊小族で北アフリカ上陸作戦に続く作戦、中西地中海艦隊と行動した。1943年6月1日、ペネロピ特区艦、パラディン、ピタードとイタリア領、パンテレリア島を砲撃した。ペネロピは敵の反撃で被弾したが被害は軽微であった。 1943年6月8日、ペネロピは、軽巡洋艦、ニューファンドランドなどとさらに激しい攻撃をパンテレリア、島に加えた。降伏の要求は拒絶され、6月10日に、同じ部隊は、パンテレリア島上陸作戦、コークスクリュー作戦支援のため、マルタを出撃した。6月11日、島は降伏した。6月11日と12日には、ペネロピは、 ランペデューサ島攻撃にも参加した。ランペデューサ島は6月12日に陥落した。1943年7月10日、軽巡洋艦オーロラ、2隻の駆逐艦とペネロピは、シチリア島上陸作戦、ハスキー作戦で、カターニアへの陽動攻撃を行った。その後、タオルミーナ江戸市鉄道の駅を砲撃した。その後も8月まで、シチリア島での戦いの間、 攻撃や相当を行った。1943年9月9日、ペネロピはイタリアのサレルノ上陸作戦、アバランチ作戦のため旧部隊の一員となり、作戦に参加した。ペネロピは9月26日に、軽巡洋艦オーロラとサレルノの戦闘地域を離れていた。10月初めドデカネス諸島のコスト攻撃の可能性を考えてレバントに移された。 10月7日、軽巡洋艦シリアスなどと上陸用、終艇6隻、旧兵艦1隻、武装とロール船1隻をスタンピリア沖で沈めた。しかし、爆撃により損傷したためアレクサンドリアへ戻った。1943年11月19日、ペネロピは、ハイファへ移動した。12月終わり頃ペネロピは、ストーンウォール作戦のためジブラルタルへの移動を命じられた。 この作戦は連合軍の封鎖を突破してフランスへ向かう物資を積んだドイツ戦の阻止である。12月27日作戦部隊はドイツ戦アルステルフェルを沈めた。12月30日ペネロピはジブラルタルへ戻った。1944年1月22日イタリアのアンツェオ上陸作戦であるシングル作戦に参加する。 1944年2月18日、アンツヨからナポリへ向かう途中、北緯40度55分統計13度25分で、ドイツの潜水艦 U-410 の魚雷攻撃を受けた。魚雷は1本目がペネロピの後部の機関室に、2本目がボイラー室に命中してペネロピは撃沈された。ペネロピの艦長を含め415名が戦死し、生存者は206名だった。 1943年に刊行されたセシル・スコット・フォレスターの海洋冒険小説巡洋艦アルテミスの冒頭では英国海軍軍艦ペネローペ号乗組の前勝兵閣威に新人なる敬意を表して本性を捧ぐと述べられている。これは同作が m g e 一作戦におけるペネロピの戦いをモデルにしたものであるためであり日本版の表紙に描かれた軽巡洋艦 アルテミスの姿も、ペネロピと同じアリシューザ休憩巡洋館のものとなっている。ありがとうございます。